内山交渉老指定書消防現像山水橋第3回昭和56年7月18日今日五条総選時にて収録。知るべしこの東山水上港は仏祖の骨髄なり。諸水は東山の却下に現状せり、このゆえに諸山雲に乗り天を歩む。諸水は諸水の長寧は諸山なり、工場直下の行法ともに水上なり。諸山の客船よく諸水を行法し、諸水を適出せしむるゆえに運歩七十八王なり、首相即踏むなり。水は鉱脈にあらず、湿原にあらず、道場にあらず、霊壇にあらず、有無にあらず、名護にあらざるなり。懲り手は金剛よりも堅し、誰かこれを破らん。有し手は入水よりも柔らかなり、誰かこれを破らん。光あればすなわち、現状諸夫の功徳を怪しむことあたわず、しばらく十方の水を十方にして着眼観すべき時節を山岳すべし、人間の水を見る時のみの山岳にあらず、水の水を見る山岳あり、水の水を主張するがゆえに水の水を傍若する山丘あり。事故の事故に相貌する通路を現状せしむべし、タコのタコを散鉄する活路を身体せしむべし、消失せしむべし。おおよそ山水を見ること、種類に従いて不動なり、不動あり。いわゆる水を見るに洋楽と見るあり、見るものあり。しかあれども洋楽を水と見るにはあらず、我らが何と見る形を彼が水とすらん。彼が洋楽は我水と見る。水を妙家と見るあり。しかあれども花を水と用いるにあらず、木は水をもて妙家と見る、妙結と見る。流魚は宮殿と見る、老台と見る。あるいは執行万寿と見る。あるいは樹林障壁と見る。あるいは症状下脱の発症と見る。あるいは真実忍耐と見る。あるいは真相真相と見る。人間これを水と見る。せっかつの因縁あり。すでに随類の所見不動なり、しばらくこれを微弱すべし。一興を見るに所見しなじななりとやせん。諸生を一興ないと五尺せりとやせん。不風の長寧にさらに不風すべし。しかあればすなわち諸生弁道も一般量販なるべからず、今日の境外も先週満帆なるべきなり。さらにこの収支を臆想するに、書類の水たとえ王子といえども、元水なきがごとし。書類の水なきがごとし。しかあれども随類の諸水、それ真によらず、身によらず、業より生ぜず、絵字にあらず、得たにあらず、越意の到達あり。しかあれば水は治水下風空四季等にあらず、水は昭和尺学国に等にあらず、四季昭光民俗法等にあらざれども、治水下風空等の水おのずから現状せる。格のごとくなれば二根の国土宮殿、何者の農場諸場と諦め言わんこと戦るべし。
風林風林に書かれると同弱する。我が誠にあらず、他の誠にあらず、証券の色尺を義にするなり、書かれるところなくばジュースでからずと思うによりてこの同弱するなり。まあそこまで この、まあ、初めての方もいられると思うんで、一応のこの今までの続きの話をしますと、大体この山水経の巻はね、このテキストの一番初めのところ、108ページのちょうど真ん中辺にあります。太陽山海和尚主に示していわく、青山上雲石女夜生に、この花あの和とですね、それから、122ページの、上の段の初めから10行目ですね、9行目から雲門東進大師は東山水上湖、この青山上雲湖石女夜生にと東山水上湖の2つの和を取り上げてですね、道元禅師が提唱されてる巻なんですね。そして、まあ、青山上雲湖石女夜生にの話はまあ一応終わってこれからまあ東山水上湖の話にかかるところです。でしかしこの東山水上湖の話を始められる前提として、この前あの読んだところはこの122ページのその今の東山水上湖の後のところですね、今現在大宋国に図算の輩一類あり、今軍をなせる、で彼らは今の東山水上湖の和および南仙伝説話のごときは無理得はなり、その意志は諸々の念慮に変われる和は仏祖の禅話にあるあらず、無理得はこれ仏祖の語はないと、こういうことでね、その東山水上湖っていうのは無理得は、無理得はっていうのはまあ、理屈はない、それから 理解することも超えてる話って、こういうことで何の道理もない言葉だ、こういうことですね。ところがね、道元禅師に言わせればそれはそういうふうに言う人だけの手前に理恵するところがない、無理恵はなんであって、本当はね、この仏法としての道理がちゃんとしてあるんだ、そしてその仏法としての道理を本当に探求しなきゃダメだというのがこの前読んだところ、そしてまあ、今日その知るべしっていうとこからはですね、その東南水上湖の話を始められるわけで、結局この前読んだところの、まあ、大切なところは、110ページの下の段の終わりのところに、憐れむべし彼ら念慮の極なることを知らず、極の念慮を到達することを知らずとこうありますがね、結局我々 の念慮って、まあ、信念、資料ですね、要するに我々の考えること、これはね、念慮は憐れむべし彼ら念慮の極なることを知らず、極っていう場合はね、この場合この真実生命、この人間生命の真実自己の表現ですね、自己表現、それが今極って言ってるわけ、本当の
我々何もね、人間というのは知恵が、まあ普通の前者の人に言わせると理屈じゃないって、それだけでもってところですよね。ところがその理屈じゃないって言ったらば、植物人間ならそれは理屈じゃないね。で植物人間になることが一番その人間の真実かというと決してそうでないもん。本当の人間の真実っていう限り、我々事実そういう知性っていうか理性っていうかね、そういうものを事実持ってで、そういう知性理性それぐるみの真実でなきゃならない。でそういうところで燃料を否定すればいいってことじゃない。その燃料ぐるみの極っていうものがあるわけ。そしてだからその哀れむべし彼ら燃料の極なることを知らず、極の燃料を到達することを知らず、そして本当のねそれ知性理性それぐるみの人間の真実って言ったらね、我々の燃料を超えてるんだっていう、そこを知っていないと、ね、その点がね道元禅師のこのあれですね、言われるところは曰く言い方して、それだけで言ってんじゃない、曰く言い方しのところを言う、いかにして言うか、三級し、言うか、こういうことがあれなんで、要するに知性、我々の知性それぐるみの生命の真実とかね、そこを道元禅師はこれからも究明されるわけです。それでね、今日のところね、知るべしこの東山水上講は仏祖の骨髄になり、言われてこの東山って言ってもこれ京都でいう東山じゃない、月夜おぼろの東山って言ってね、その東山じゃない、というのはあの東山は山しながら見りゃ西山だった。それで東山とは言えない。そうすると東山っていうことを言う限り、どこの地点から通っていうか、でそうするとね、どこもここもね、東って言えばみんな東なんだ、西ってはみんな西だ。これが仏教の言葉の使い方ね。でだから極楽は西方十万億度のところにあるっていう、ね、西方地点西の方、西の空を拝んでたってそれは見当外れない。本当はだって、西って地球上のどこが西なんだかわけやから、あれロケットで飛んでった天獣なんか西って言ったらどこが西かって、その点は、西っていうのは決まっている。また法華経には東方万八千の道、光がですね、東方万八千の道を照らすっていうけれど、これも東方って東って言って、どこもここも東で、結局はそういうのはね、人十方っていう意味。それでそういう言葉の使い方が仏教ってもんだっていうことを知らなきゃ。でこれから今そのあれですね、知るべし講、この東山水上講は仏祖の骨髄になり、諸水は東山の客観現状線っていうのがあるけれど、この山と水っていうのも仏教っていうのはただ山水っていうね、それだけの話がなくなってくるから面白いですね。面白いっていうかね、深さがある。私も考えてみたら昭和16年のね8月1日7月に今時分かな、鶴見の掃除で初めて沢木老師の
その接心に参加して、そしてこの老子についてその坊主になりたいって欲しに来たわけだね。そしてあの老子のところに行って坊主にしてくださいって言ったら、あの栃木県の大中寺って言ったら行ってるわけで、そして初めて大中寺行ったのは昭和16年の8月1日だった、忘れもしない。そしてまああの12月に出家と運動したわけですよね。考えてみるとそれからあれから40年経ってきたんだなと。そしてよあのまあ私はあの数え年30でね坊主になったから、初めは晩年坊主晩年坊主ってバカにされたあの大体坊さんになるのはね、あのラゴって言ってね、坊さんの息子が多い、あるいはあの昔はまあ小僧にやられた人ね、だから大概坊さんなんの、うん、あれですね、お腹の中から坊さんそれからせいぜいあの小僧になったって言っても7やつぐらいからの人が多いわけです。それに対して数えて30っていうと本当に年寄りっていう感じなんでしょうね。お腹晩年坊主って言って言われて、それのだからその点非常にコンプレックス感じながらあれしたけれど、そのうち今度あれしたらお腹の中からの発信坊主っていうのはバカにするようになった。そうじゃない、本当の自分が発信して坊主になったっていう方が本当だと思うようになったね。それからまあ40年これずっとね、私の場合、うん、本当にあの仏教について探求 し続けて40年経った。大学出てもうそれから以後全然本読みませんっていう人が世の中には随分いるけれど、そんなのに比べると随分長い勉強じゃないですか。私、まあ、大学までもあの、まあ、カンニングもしたけれどあの勉強もしたもん。それから、うん、また大学出て30になって坊主になって、それから勉強し続けてきてるんだから、仏教は随分本当に一生かけて探求してきてるわけなんだけれど、つくづくねこの頃あのなっていよいよね仏法っていうのは深いと思う。そしてそう簡単にねお釈迦さんがあの菩提樹下で悟りを開いてこの法をみんなに解いてやろうかってこう考えたけれど、これは到底わからない、まあやめとこうってこう考えられたっていうんだからね、それをみんなが何とかして解いてくださいって言って進めて初めて解くようになったっていうのが出てくるけれど、本当にね仏教っていうのはねその簡単じゃないんです。非常に難しいというか奥行きが深いんです。それでまあそういう点でね、あの大変深い話なんだけれど、日本人というやつはねとうとうその深さを全くその知ることなし、あのお経も簡約のまんまだからね、本当であるはずはないもん。それで仏法ってやもう仏法って言ってね、その符号も符号を持って符号で置き換えです、それで通ってきてるんだから、何も知ってるはずがないんだ仏教。盆山それぐるみね、本当にわずかな盆山を除いてもう全く仏教のことを知らないで、そして今になったらもう仏教は過去の宗教みんなそう思ってんだから、これ残念だと思うね。本当に仏教ってものはそんな慌てもんには本当にわからない、わかるはずがない。
で、まあ、仏教ってものはそういう深さのもんだっていうことね、まああらかじめその知っておいて、そして仏教を、まあ、話も聞いてほしいんですね。で今ここで山水、心はこれが山と水って、我々一体なんでこれ山っていう見るのか、なんでこれを水と見るのかってね、この水って言ったってこういうの、今私が飲むこの水も水なんだし、あるいは山登りしてってね汗だくになって、そしたら木陰にねこんこんとあの泉が湧き出てて、はおいしいって言って飲む水も水なんだ。あるいはあの、私大垣に住んでる時にちょうどあの揖斐川が、揖斐川じゃない長良川が氾濫したでしょ、揖斐川だったかな、とにかく私の住んでる向こう側は全部水になった。そして私の住んでるところも後から行ってゾッとしたんだけれど、だいたいあそこの揖斐川の鉄橋っていうのは、あ、土手はですね、堤防は4階建ての高さの堤防だ。そして普段流れてる水が2階建ての高さのところに流れてるっていうんだからね、それが今度氾濫し、あのこう増水してきてって言ったら、その4階建ての高さの堤防がね、もう全部こう移動始めたって、それでみんなあの杭を打ち込んでね、そして愛したわけですがね、あのああいうこう洪水で氾濫するって言ったら、ちょろちょろこう土手の上をね水がこうあの流れ出してくるのかと思ってた、そうじゃないんだね、いっぺんに堤防っていうのはバッと爆発するようにこうまず堤防そのものが動き出しちゃって、地盤が緩くなっちゃってね、そして爆発するようにバッとして出るんだっていう、もうあれも水なの。こうするとね、水っていうのは我々どういうふうにしてあれも水これも水って言ってね、水って認識するか、片っぽはあおいしいって飲む水、それ片っぽは恐ろしいって、ね、言う水なんだ。それでも水、どうしてだ。そういうとこはあの、なぜ我々がそれを水と見るかっていう、そのこう根本を考えてみると、あれ不思議な気しないですか。その点ね、だからあらゆる認識の根本を言う、だからまあいわば認識論って言ってもいいかもしれないけれど、これ西洋の哲学の認識論とちょっと違うね。西洋の哲学で認識論っていうとね、水はもう水なんです、もう決まってる、水っていう概念が決まってる、 H2O っていうのそういう構成なんだろう、科学的にね。その水っていうのは例えば、熱を加えると蒸発する、それから冷やすと氷になって固体になる、こういうようなね、こう水っていう概念はもう固定してあるわけですね。それから先、この固定した水っていうものがどういうふうに、例えば温度との関係で気体になり、あるいは固体になる、そういう関係をいかにして認識するか、こういう話になる。だからいわば知識論っていうべきだろうな。そして、概念そのものは疑っていないもの、その西洋の哲学は、その本当は西洋の哲学じゃねえ。例えばね、あらゆるものは存在だ、そうするとその存在をね分けて有形と無形とする、
えば大和魂なんていうのはそのこうやってつかめないんだからね、その無形ですよ。そこの有形っていう限りであらゆるもあの 見てつかめる存在だ。このあれをだ、あの例えば生物と無生物とこう分けるでしょ。そしてこの生物をまた分けて動物と植物、こういうふうに分ける。そして動物の中に脊椎動物、それから無脊椎動物とこう分ける。それからこの脊椎動物の中でその細々と分けてですね、そしてまあこれどんどんあのもっと下へ下って人、この人ももっと分けて日本人だ20世紀人だっつってね分けてって、そして最後にはこの人っていうね概念になるよ、この人って、ね。これ以上はもう分けられないでしょ。これがまあアトモンエイドスっていうね不可分離の概念だ。もうこれ以上分けられない。例えばこの松って言ったらこの松ね、これ以上は分けられない。ところがこの松とこの松この人って、しかしながらこの人っていうのがこれ、ね、考えてみるとねいい加減なもんだ。私もこの人、あなたもこの人、あなたもこの人ってね、これもそれからあのギリシャ時代の場合もこの人って言うんだ。そうするとこれこの人って言ってもうこれ以上分けられないって言いながらね、俺はもうあの一般概念。そしてところが今の私っていうね、私っていうんだって、これ私っていうのもあれですね、私にとって私は私、あなたにとってあなたは私っていう、これもあれです。このこれはもういわば抽象概念、それに対してこの生きてるっていうね、あれはこれ生の俺っていうのはね、事実生まれてきてそして死んでいくんだ。いいですか、生まれてきて死んでいく、そういう自分だ。刻々に生き、あの刻々のもんです。それから松の木だってあの種まいて生えて、そしてまた松食い虫でもたあのあれすりゃ枯れるんだ。そういうのが生のもんです。生の実物だ、実物ね。ところが こういうのは、まあ、これの続きですよ。で結局ねこのアトモンエイドスと生の実物とってどう結びつくかっていうのが今その仏法の問題だ。それに対して西洋の哲学はこっから先の上の話ね、でいかにもこういうものがあるみたいに思ってる。しかしながらこれは抽象概念の実在化だ。いわば実在化した抽象概念。それでねの西洋の哲学はこっから上の話、あの認識論って言ってもこっから上の話、この話はね西洋の哲学も問題にしていないもん。まあ実存哲学なんかは最近こうそういうのは問題にしているようだけど、しかしながら仏法っていうのはその点はもう何千年かけてそいつ研究してるところだ。
実存的通訳なんてのは影だけだ、その点は。で、その点がね、その同じその認識の根本を考えるって言っても仏教の場合はもっと根本のとこから考え始める。だからね、あのざっと言えないね。だからね、例えば人間は環境によって左右されるって言ってね、言うとその反対に、いや人間が環境を作るんだっていうような話、そういうようなことはここから上の話でしょ。ところが本当の生の実物っていう話になってくると、何ね、そのこのだからこれはこっちを類というね、そのこっちの存在、こっちのこういう方が類です。それからこっちの方が種だ、あと細かくこう下ってくる方がね、最低種概念というね、結局は。で、この話が西洋の問題だ。それに対して この本当の生の実物、それとの話で、で本当のだから人っていう、人は環境によって左右されるとか、人は環境を作り出すんだとかっつってね、いうような話はこっから上の話ね。ところがその人っていうものの中に自分は入ってるんだと、こうね、みんな前提してるわ。ところがね、そうとは限らないんだと。もっとそういう類種関係を考える、これ全部を考えるのはこの生の俺が考える、だから生の自己が考えるんじゃないか。生の実物の自己が考えるんだ。こうなってくるとね、その自己ってやつはね、人類の一員じゃありませんよ。反対に一切主張だ、ね、人類全部それぐるみどころか一切のものそれぐるみが自己だから、自己の中身の中にそういう一切があるんだって、そういう面がある。お面白いでしょ。面白くないかな。私一人が面白がっててもしょうがない。それでね、それっていうのがどうしてかっていうとね、考えてみるとね、我々ホギャーって、まあ、いつも話すけど、ホギャーって生まれてきて、そしてね、言葉を覚えさせられることによって世界をこう分別された世界を認識してくるわけですね。ところがね、全くホギャーって生まれたての赤ちゃん言葉は知っていない。それでもこうやって見てるわけだね。すると赤ちゃんにとってはどういう世界か、これは全くきっと、まあ、赤ちゃんも私が見てるのと同じような世界見てんだろうけれど、しかしながらこれ山、これは水とこう見ていないじゃない。俺も続いてる世界見てる。それをね、親が一生懸命俺はママって言って、ママの顔を見せながらママママって言うから、ははこれママだと、こう言葉を覚えると同時にママが浮き彫りになってくるわけね。現生のママはさ、刻々新陳代謝しているわけだからね、昨日のママと今日のママとってママの顔が違うはずなんだ。本当はもう小じわが一本増えてるかもしれない。それでもママとこうそういうところを抽象しちゃう。そしてママっていう言葉を覚えてくるね。
がパイパイっていうののまあ赤ちゃんなんかまずパイパイぐらいから始まるだろうが、パイパイっていう概念ができてくる。そしてだんその次は、まあ、だんだんこう成長してきて、ワンワンとかニャンニャンとかね、あのキシャポッポとか、まあ、この頃の子はキシャポッポなんか あれしないだろうけど、自動車ねブーブーっていうことを覚えてくるじゃない。そしてそのうちにあのお水あげましょうかって言ってブーブーって言って水飲んだりなんかしてる。そして水っていうものを、言葉を覚える、言葉を覚えると同時に水っていう存在がはっきり浮き彫りになってくるわけですね。それだけ抽象してくる。ところが本当はそれでもって、まあ、我々たくさんの言葉を覚えてこの世の中ね、いろんなそのあらゆる存在を認識してくるわけだけど、しかしそれと同時に言葉を覚えると同時にこの現生の生命の実物をね見失ってんだみんな。で自分って言ってもこう要するにあの我々あのあこういうのが人って言ってお母さんに教え込まれて、で人それの中の一員としてのあお俺も人なんだって赤ちゃんね認識すればこそ私自分も人だとこう思うわけね。そしてそうすると人を概念の中の一員としての自分しか認識していない。そしてそれこそそういう全部をひっくるめてそれが全部の根底にある自己の生の実物っていうのはもう全く忘れちゃってるわけ、見失ってるわけそれで結局の話、ただ抽象概念の世界にみんな住まってんだと。それじゃあね、そういう抽象概念の世界を全部取り去ったらこの生の世界が現れるかっていうと、さっきも言ったようにそれだったら植物人間になれる。俺また赤ちゃんももう一歩飛び越えて植物人間になっちゃえばね、あらゆるもうあれはなくなっちゃう。これも人間の真実じゃない。と人間の真実っていうのはどういうものかっていうと、だからここは難しいところですよ。結局ねその赤ちゃんの真っさらな赤ちゃんの見た目、こうそういう世界を今私たち本当に理性を持って、そしてそういうもの表現力を持ってんだからね、そういう現生の世界を今のその理性的表現でもっていかに言い表すかって、ここがねその大切だ。だからさっき言った念慮の極なることを、念慮の極なること、極の念慮を到達することっていうのはそこだ。この我々の表現、本当の表現っていうのはね、自己表現、それはね念慮を到達してるんだ。もうもっともっと飛び越えたところを表現しなきゃならない、そういうところを探求しなきゃならないんだと。こういうこと、話が難しいんでね、この私だって何こんなに暑苦しい真っ盛りの暑苦しい中でこんな難しい話したかないんだのお察しくださいしかしながらね、これを言わないとそのこの山水経の巻は読むことにはならないんです。でだからね、その、まあ、私みたいに噛み砕いて分かりやすく、まあ、話する人間いなかろうと思うんだね。もう精一杯分かりやすい話してる。それでも難しい。で結局の話だからね、まあ、話は話として結局、今見るところは真っさらな、まああなた方
自分自身考えてね、このまっさらな言葉を覚える以前の赤ちゃんの目になって見て、そしてこう見てですね、そしてそういう世界を今の自分の表現で言い表してみる、そういうことをね考えてます。これ今山と水の話、これね道元禅師はこれこの山水経を書かれてる時は宇治の高尚寺にいたわけだからね、今宇治のあの宇治の山を見ながらで宇治川を見ながら山水だって言ってんだと思う。宇治川とこうあのあるするとこういうふうに流れてくるわけですね。でこういうのがまあ山があるわけだ。それでこのところに宇治川の橋がかかってます。これをね見て、この山、これは山だ、これは川だとこうみんな分別するわけだ。ところが赤ちゃんの目って言ったら、それ以前にただパッと一つの風景として見てるわけですね。そして風景として見て、そのただ風景として見てるところを、この赤ちゃんのものの見方をですね、今の我々の言葉でいかに言うかって言ったら、ここに今道元禅師が書かれてるような話になるんだ。それはどういうのかっていうと、今知るべしこの東山水上港は仏祖の骨髄なり、諸水は東山の客下に現状せり。これはこれ こっちこれ山、ここに足元にね水がちゃんとあるんだ。このゆえに諸山雲に乗り天を歩む。これそういう山と水とぶっ続いてるところね、これが本当の生きた現生の世界、その現生の世界になればこそだ。ここにまたこう雲が湧いてくる。これは雲こういう雲がまあ湧いてくるっていうね、こういう現生の生きた世界だから、これ雲も湧くんです。それ山と水とって言って、もう概念的に決まったもところからはね、雲は湧いてこないもん、生きていないんだから。抽象概念だからね、抽象概念のところには何もあの活動はないでしょ。ところがこの今言う現生の山水のところには雲も湧いてくる。それから諸水の町内は諸山なり、これ諸水だ、こういう、ここのところこういうふうに流れてくる、この諸水の町内は諸山。そして工場直下の雲母ともに水上なり、まあ山っていう言うからね、あの上と下とっていう言葉が出てくるわけだけど、工場寺院の両方っていうのは雲母のことだ。それがあのその 山が歩いてるって、それは水上だ。諸山の客船よく諸水を行歩し、諸水を適出せしむるゆえに、適出っていうのは踊るっていうことね、これが現生だからね。そうすると雲母四十八号なり、そういうあれなんですね。その生き生きしたその抽象した世界でなしに、本当の現生の生命の実物のところに初めてそういう、生き生きした活動したものがあるわけ。ところがね、これがさらに、あの、あれなのは、何も今、山とか水の話だけしてんだ。いや、この前も言ったよね、さすが、盆山は暇ですな、って。
そう山が歩くとか山が水の上へ行くとかって言ってね、そんなねことを七面倒くさいねその言葉でもって書いてるやつをまたそれ講釈してるんだ、さすが暇だっていう人がいるけれど、いや山水だけの話は本当に暇人のやることです。そうじゃない、今ねこの山水を取り上げて何をあれするのかって、この生命の実物を見ることが大切なの。この生命の実物を見る目、我々ね、今我々はあんまりにも抽象概念、実在化した抽象概念でこの浮いた世界だけ見てる、実物見ていない、実物を見失いすぎてるわけね。そこをその本当の生命の実物の世界を言おうとして、こういう道元禅師、この巻を提唱されてるんだから、そこをよく見なきゃダメです。そこを探求しなきゃダメで、結局そういうのはどういうのかっていうと、山と水だけじゃない、幸福と不幸、あるいは合格不合格、成功失敗、あるいはその悟りと迷い、あるいは生と死っていうね、これ二つにみんな分かれてるでしょ。そしてそういう二つに分かれたものをみんな本当にあるものかと思って、抽象概念のね世界だけで、もう幸福はみんな幸福なんだと思う、不幸はもう不幸なんだと思う、もうね決めて分けて考えてる、悟りと迷いっていうのもこれ全く違ってるもんかと思う。ところはそうじゃないんだ、実物はそれがぶっ続いてる。そういう生命の実物に目を開く、これが大切なんですね。だから知るべし、この東山水行光は仏祖の骨髄ないとね、仏さんでそして一番大切なことだってこういうのはそうです。そして今そういう山と水とぶっ続いてる世界を、本当はぶっ続いてるんですね、幸福と不幸と成功と失敗と生と死とって言って、合格不合格と悟りと迷いとって、決して二つじゃない、二つに分けるのは我々の頭が二つに分ける。で本当の生命の実物は二つに分かれる以前、そういう二つに分かれる以前の生命の実物を今我々そういう分けて考えるっていうね能力もあるんだ。そういう二つに分かれる以前の実物を今の二つに分ける頭でいかに表現するか、そこが大切ね。そしていかにの我々だから、そういう生命の実物にを修行するかっていうね、これ修行っていうんだって、今をひあの今このまんまじゃなくてそれあえてやろうっていうのが、これ修行の方向っていうのがあるわけ。この修行の方向は生命の実物を修行する。それでしかしながら どっちどころんでも生命の実物であることは間違いない、どっちどう転んでも生命の実物だから生です。そこをまた修行するんだから師匠だ、一の師匠一ので修行すなわち泣きにあらず、修行即踏むなりという、その次にあのそれですね。でこのだからね、修行即踏むなり、我々山と水の話してるのかと思ってたら、
すぐ修行即踏むなりって言葉出てくるんだからね、びっくりするじゃん。それは概念的に見てるから。そうじゃない実物から言ったら、山と水のところに修行即踏むなりことがある。そしてですね、そういう修行即踏むなりっていう、その修行は結局どういうのか、結局は我々いつでも抽象概念を実在化して、そしてそういう抽象概念の実在化するこの頭ですね、この頭を主人公にして生きてる、みんな。これをね、これに対して今頭は手放し、ただ座禅する、そこが大切だ。これが修行だ。だからここのところ何山水って言ったって、これ座禅の話してるんですよ。で、座禅することによって我々の、分別する頭を手放しにして、座禅することによって初めて生命の実物に出会う。で、それが修行で、この座禅って一体何かってね、これもうね、私も座禅結局の話、今もう坊主になって40年って言ったけど、この40年座禅し続けてきたわけね。私の場合他の人より余計座禅してきてると思う。そして座禅を本当に一口で何とか言ってみようっていうのが私のあれだったけど、とうとうまだそのあれですね、安泰寺にいる自分はまだその言葉は出てこなかったね。安泰寺を隠居して、そしてそのゆっくりしてみて初めてこう出てきたんだから面白いね。これは本当にあのご飯でもパッパッパッこうガスじゃない焚き火もし火でこう炊いてる時には本当にご飯できない。こうそれで火を引いて、そしてそのまんま置いていくところに初めて蒸れたご飯ができるわけですね。それと同じだね。座禅っていうのは火のつくように、座禅してる時には座禅っていうものを一口に言うだけの言葉が出てこなかった。ところが今まあ火を引いて、そしてのうのうとしている、そこで蒸れたんだね。で、座禅っていうのは一体何か。座禅とはね、思いは頭の分泌物って言われて、それが分かる姿勢だ。このみんな、思いっていうのはもう自分の頭のね中にムラムラと思いが湧いてくる、これを主人公だってみんな思ってる。それで話が間違う。そのいつも言うように、頭っていうのもね、一つの身体の器官でしょ。その器官である限りね、やっぱり分泌してくるんだね。まあ唾液腺から唾液が分泌し、胃袋から胃液が分泌しっていうような調子にね、分泌してくるんだ。その分泌してくるものが思いっていうもんだ。だから思いがもう本当のね、生命の主人公であるわけがないんだ。その思いを使って、その生命そのもの、生命ってやつは思い以上のものですね。その私の頭を使って思い以上のものを表現しようと思うから、なかなか大変なわけだ。しかし座禅してみるとそれがよく、座禅すればいつも、これもいつも言う話だけれど、座禅して壁に向かって座禅してる、頭は手放しにしてる、それでもいろいろのことを思いが浮かぶんでくる、分泌してくる。そして
うっかりするとすぐその、思いを追っちゃうのね。まあこの、普段商売してる実用家の人ならば自分の金のその動かし方いつも考えちゃう。座禅しながらそんなこと考える人いると思う。まあ我々の場合だったら差し当たりすぐ女だ女のことばっかり考えちゃう。俺もう公安より熱心に考えるそれでしかしながらそれでもこれは考え事しちゃいけない、座禅に戻るって、もう座禅の姿勢に戻って見てみると、今までまざまざとこう女の顔が現れて、そしてもううっかりすればそれの 手まで握ろうと思ってる、そういうまざまざとした風景がふっと消えた。それで壁っぽいここがね座禅のいいとこだね。そして座禅というのはただそれだけを繰り返してこれだから百千万六発するっていうこと、発無上心の巻には百千万発するないって書いてあるけど、私はもういつでも百千万六発するっていうのはこのもの1万円ぐらいわけなくなったもん。これ数字の相場がね随分あれになったから百千万発ぐらいじゃちょっと物足りないもんね。それで百千万六発っていう、もう本当にただ頭手放し、そして実物にまず帰って、頭手放しっていうのはこの抽象概念の実在化ね、実在化した抽象概念を手放しにして実物に帰る。で実物に帰って見直しすると、これ壁だけだっていうことがよくわかる。それ私修行 していないもんだからそういうふうになかなか思えませんよ。それが思いなんだから、それを手放すそれでの、とにかく手放しと、これが修行であると同時に正体で、それを本当に やるとですね、これがねなかなか自分のことになるとなかなか大変なんだね。もう好きな女が出ちゃって女と思ってるのに、これ修行としてはこれ手放ししなきゃなんないんだって分かっててもこれが手放せないっていう、ね、それでこれそう思う、手放せないと思うのも手放しちゃう、そういうとこから見なきゃ、それで実物なんですね。そして見るとこれ百千万の発した地盤からこれ百千万の発してみると、だんだんそれが身についてくることはある。頭手放しが身についてくるってことはあるね。身についてきてこう見渡してみると、母思いっていうのは頭の分泌物だなってわかる。そうすると今度はまあ頭にいろんな思いが、まあ未だに私は女と思うけど、これまあ年のせいもあるけれど、これはこう案外簡単にパッと手放せればね、その点はこれはまあ修行の結果じゃなくして年取った結果だねそれだけその老いぼれてきてるわけだけれど、とにかく頭の分泌物ってことは間違いない。そしてですね、結局の話、修行、修正、すなわち、なきにあらず、修正即不無の座禅によってです、山と水、幸福と不幸、合格と不合格、成功と失敗、生と死、迷いと悟りと、そういうようなものね、すべて二つに分かれるものは思いの分泌物でしかないっていう、これ見渡すの。そしたら何もね、ちょっと
大学の試験に落っこったからってね、俺ダメだってね、自殺しなきゃならないってことはないと。合格も不合格もね、続いてるんだから。何合格不合格って分かれる以前の俺っていう実物があるんだ。そして何もそこで深刻に考えて、そして俺はダメだって言ってね、あの自殺することはないってことだけは分かるじゃん。それから成功と失敗っていうんでもね、うまくやろうと思う、みんなうまくやろうと思ってるけど、何うまくやるのがいいんじゃないの。大切なのはね、その失敗したら失敗したらでいいんだよ。失敗したところでポキンと折れるのが悪いんだ。このカレー枝みたいにね、このカレー枝みたいにこういう風に立ってる、こんなのがガーッとパキンと折れちゃって、もうこれじゃ生命がないんだ。こう生きている枝はこういう風にたわんでもまた弾力を持って跳ね返して、しかも伸びてくる。そこが生命っていうの。で、それからまた不幸が迷いとかあってね、これもなんとか不幸や迷いは捨てて、その幸福になりたい。それから、悟りたいと思う。あるいは死ぬのはかなわんっていうね、なんとか生きたいと僕は言うけれど、何ね、生の生